これって何ができるんやろ。なんとこちら見た目がかっこいいだけじゃなくて超便利なアイテムなんです。今回は左手デバイスとおすすめの商品を紹介していきます。詳しく知りたい。左手デバイスはキーやスティックなのにショートカットや複雑なコマンドを自分好みに登録することができる商品です。パソコンを起動したらいつも開くアプリの立ち上げや押し間違いしがちなショートカットキーもボタン一つでできちゃいます。めっちゃ便利やん。大きく3つのタイプがあり、さまざまな用途で使いやすいキーパッドタイプ、ゲームプレイにおすすめなキーボードタイプ、イラスト作成や動画編集向きのショートカットキータイプなどがあります。普段使いにおすすめのやつ教えて。おすすめはこちらのループデックライブ S。 ショートカットや複雑なマクロを設定できるのはもちろん、タッチボタンにオリジナルのアイコンを設定することもできるので、より自分好みにカスタマイズすることができます。見た目もおしゃれでいいな。もっと手軽なのも知りたい。こちらはキーボードの機能が割り付け可能なペンキータイプの商品です。5000円台で購入することもできるので、試しに使ってみたい方にもおすすめです。他にも紹介してほしい家電あればぜひコメントお待ちしております。